皆さん、こんにちは。鉄工法、アーマーピアスや鉄です。今回はですね、7月14日に公開されたアニメーション映画、君たちはどう生きるかについてね、えー、まあちょっとね、軽くね、えー、感想みたいなのね、おしゃべりしてみようかと思います。今ちょうどですね、まあ、映画を見終わってですね、映画館のまあすぐ近くの公園でね、今これを喋ってるんですね。えー、周りのね、あの、音とかちょっとね、入ってるかもしれないんですけれども、えー、まあちょっとね、うるさいかもしれませんが、どうかご容赦ください。 この映画はですね、ええー、まあなんと恐ろしいことに一切の宣伝をしないというね、まあそういう方針でやってるんですね。まあだからその、あの、予告編だとか、その、その内容をね、その、まあ、あの、思わせるような、そうね、そういう情報の公開を一切やってないんですね。 えー、まあ、明かされてるのはポスターのエイラスト1枚のみ。で、これもその何かのキャラクターのその一部分だけをね、こう切り取ったもので、どんなやつなのか全然わからないと。ね。もう映画の内容も全くわからないと。ね。えー、声優さんとかま、そういったキャスト陣も一切その明かされてないと。ね。全く何もわからない状態なんですね。なかなか大胆なことをやるなと思うんですけれども。 まあそういうわけなんで、まあ、今回ね、まあ自分はその、いつもだったらその、だらだらとね、中身を喋ってね、その、まあ感想とか喋るんですけど、ね、今回はその、内容については一切触れずに、ね、なんとなくの、その、ファーストインプレッションを、その、わっと喋ると、えー、そういう形にしてみようかなと思います。ストーリーやね、その他の詳しい内容までも含めた感想みたいなのは、あーもしかしたら今後ね、気が向いたら、その、改めてね、喋ったりするかもしれませんが、 今回は内容に触れない、えー、感想をね、えー、喋ってみようかなと、えー、そう思います。スタジオジブリの最新作、宮崎駿の最新作ということでね、まあ大きく注目されている本作なわけですけれどもですね。正直に言うと自分はその、まあスタジオジブリ以前の作品がやっぱり好きなんですね。はい、えー。だからやっぱりその、パンダコパンダであるとか、未来少年コナンであるとか、まあそういったその作品が好きなんですね。 世間一般で人気の高いもののけ姫だとか、千と千尋の神隠しだとかね。まあ、あいったその、ま、あのー、宮崎作品ももちろんね、その楽しんだし、好きではあるんですけれども、その、一番好きなのどれって言われたら、やっぱりジブリが設立する以前のね、タイトルの方が、やっぱりどうしても頭に浮かんでしまうと、えー。そういう感じなんですね。そんな自分が今回はですね、まあ、かなり、えー、楽しめました。はい。えー、まあ、はっきり言って、その、まあ、 宮崎作品ね、ジブリ作品の中でもかなりね、上位のランクに、えー、まあ来るかなっていうね、そういう印象でしたね。スタジオジブリ作品というと、やっぱりね、作画、ね、作画がね、本当に毎回毎回すごいですけど、今回も本当にすごいです。えー、それから、その、まあ、背景美術ね、美術に関してもね、ジブリは毎回すごいんですけど、これもね、また本当にすごいです。この作画とね、美術、これを見るだけでもね、やっぱり、え劇場までね、足を運ぶ価値はあると思います。 それから、宮崎駿作品っていうのは、その、何ていうかその、構成が微妙って思うことが、ね、結構あるんですよ。えー、まあ、特にその、スタジオジブリ以後の作品って、ちゃんとした脚本っていうのはないんですね。はい。えー、絵コンテでずっとね、作っていく感じなんですね。終わりまできちっと考えて作るっていう、そういうタイプじゃないんですよね。だから作りながら考えちゃうっていう、まあ、そういうタイプなわけですよ。 だから、よく言えばね、その、先がね、読めないっていうか、この先どうなるかわからないってね。えー、どん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 ね、その展開していくのが非常にね、面白い楽しいっていう、えー、そういう魅力があるわけですけれども、悪く言えば、なんていうか、行き当たりばったりっていうか、ね、つながりがおかしいとか、ね、その構成が変とか、えー、そういうふうに思ってしまう。えー、それがやっぱりね、その、まあ、スタジオジブリの、その宮崎駿作品のま特徴だと思うわけですよ。よくもあり、悪くもあるって感じで。まあ、今回もはっきり言って、えー、そういう感じなんですね。 自分はね、まあそこら辺ね、まあその最初からね、分かってたっていうか、まあどうせそうなんだろうなって思ってね、そうって見に行ったんで、そこまでね気にならなかったですけどね、むしろ楽しんでね、見たわけですけれども、人によってはね、まあそこら辺好き嫌いがね、意見が分かれるところなんじゃないかなと思います。ただやっぱりね、そのまあいろんなね、 その、あの手この手で、その、観客をね、その、引きつける、ね、えー、この先どうなるのかなって思わせる、ね、えー、そういうね、手腕は、やっぱりすごくうまいですね。その、まず導入の部分から、その、ぐっと引き込んで、ね、えー、この先どうなっちゃうのかなとか、ね、えー、これはどういうことなんだろうなとか、えー、そうやって、ね、えー、気になるような、あの、フックをね、えー、次々にね、用意して、えー、どん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 引っ張っていく。まあ、そこはね、やっぱり、すごいうまいですね。 だから、後になって冷静に考えると、あれってどうなのかなとか、これ変じゃないとか、思うところはやっぱあるんですけれどもね。えでもまあ見てる間は気にならないっていうのが、やっぱりその宮崎作品のすごくね、まあその特徴かなと思うんですけれども、今回もそこら辺はね、やっぱりまあ、あの、いつもの感じっていうね、まそういう感じでしたね。 全体のノリとしては、なんていうか、その、千と千尋の神隠しを思わせるようなところが、まあ、ちょっとあるんですけれども、あまあ、それだけじゃなくて、まあ、今までのね、その、宮崎作品で見たような要素が、まあ、いっぱい入っていて、まあ、言ってみれば、宮崎作品の、その、宮崎アニメの総決算みたいな、そういう感じになっているのが、まあ、その、あの、今回のね、まあ、大きな特徴でもあると思います。まあ、そういう意味でもね、やっぱりその、ジブリ作品とか、宮崎作品が好きな人は、必見の映画と、えー、言っていいんじゃないのかなと、まあ、そんな風に思うわけですね。 まあ、とにかくですね、導入の部分で、おやおやこういう風な方向で行くのかなと思ったら、あれあれこっちに行っちゃうのかみたいな、そういうね、まあ、その、あのー、予想もつかないような方向に転がっていく面白さみたいなのはね、今回非常に良かったのでですね、えー、まあ、そういうところもね、大きな見どころだと思います。あとはやっぱりキャラクターに対するその芝居の付け方みたいなのがすごくね、やっぱりいいですね。日常芝居みたいなのもすごくうまいし、やっぱりアクションみたいなのもね、やっぱりすごくうまいし。 はい。えー、まあ今回作画監督がホンダ・タケシってことなんですけれどもね。えー、まあその、えー、エヴァンゲリオンとかでもね、大活躍したこのホンダ・タケシ。えー、他にはその電脳コイルとかもね、すごく良かったですしね。そのホンダ・タケシのその作画監督のね、えー、まあ力がね、まあ思う存分に発揮されてるんだと思います。宮崎佳のね、素晴らしいコンテとかレイアウトね。そしてホンダ・タケシのね、素晴らしい作画力ね。え、これが合体すればもう無敵ですよね。 まあ正直に言うと、その、んとかあれあれって思うところもないわけではないわけですよね。ええー、まあ毎度のことなんですけど、宮崎アニメね、えー、まあそのジブリ以降の宮崎アニメは、その終わらせ方っていうか畳み方がちょっと微妙って思うものが、まあ割と多いんですけれども、はい。ええー、今回もね、えー、ちょこっとそういうところをね、えー、感じなくもないです。まあでも、全体にね、めちゃくちゃ楽しかったっていうのは本当にそれはあるんでですね、ええー、もう絶対にね、見て損はない映画だと思います。はい。 まあ、そういうわけで、まあ、どういう映画かさっぱりわかんないし、どうしようかなって思ってる人は、その、ぜひともね、ぜひとも、その映画館までね、足を運んで、えー、その目でね、えー、どんなに凄い映画なのかっていうのをね、その目で確かめて、えー、いただきたいと、えー。そんなふうに思うわけですね。 はい、そういうわけで、内容には触れずにね、印象だけを語ってきたわけですけれども、いかがでしたでしょうかえー、またこういう感じでね、映画とかアニメとか、あるいはそのゲームとか、おもちゃとか、そういったオタクネタ、思いついたらね、また何かいろいろね、えー、喋ってみようかと思います。よかったらまた聞いていただけると嬉しいです。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた